でもこれぐらいどこでもやってるよね。やります。おねやみすのさ制作終わった時にガイナックス潰そうかって実は考えたことがあってね、その時の負債が、その時の段階で潰したらね5700万ぐらいだったの。でこれを倒産させるという判断が1ヶ月延びるごとに負債金額が1500万ずつ上乗せされるから、でもそうなっちゃうともうなんだえらいことになると思ったので、そのガイナックスを潰すか、バンダイに駆け込んでお前らの劇場アニメを作ったスタジオが劇場で公開されるより先に倒産するぞと、それが困るだろって言ったら向こうは困らないって目をするんだよ。もう目と目の勝負なんだもん。困るだろっていう目をしながらちょっとでもうそこからもう手を変えてしょうがないからどんなアニメでもいいからお受けしますって言いながら、なんか3本とにかくうちを儲けさせる企画くれたら4本目からうちちゃんとしたアニメ作れるのでなんとかお願いしますみたいな感じで、もう一番最初の手が使えなかったわけだ。困るだろって言ったら困らないで目をされたからさ、もういい話だな。下からこう見て貴重な話だな。あの時あんなんできるの俺だけだったからさ、やったよ。今だからそれができる剛腕プロデューサーが本当にもういないんじゃないですか。もうブログでも散々書いてるんですけど本当に受け身ですね。そこまでクライアントに詰め寄れるプロデューサーもいないじゃないですか。いやだってあの時何がさ潰れても困らないって目をされたかって言ったらさ、おねやみす作る時にもうどこの会社と喧嘩してもいい喧嘩上等で言ってたからさ、もうかなり嫌われてるわけだよ。だからそこでもうじゃあもう心入れ替えて真面目にアニメスタジオやりますっていうふうに口だけでも言わないとどうしようもなかった、だからファンタジアのさ1億9000万っていうのもファンタジアって会社を守ろうとしてなんだろうな何とかしようとして1億9000万のところでもう尽きちゃったなんだよね。でも逆にさもう一つの話なんだけど、10月クライシスと言われる、10月にオンエアされるはずのアニメが延期になっちゃったりなんかね放送事故みたいなのが起こったりしたじゃん。なんでその一方仕事がなくて潰れるアニメの会社があってもう一方では人がいない制作できないというこんな状況が発生しちゃってんの？もう多すぎなんですよ本数が作れないんですよ。もう業界 のスタッフのキャパシティ人的リソースよりもはるかに多くの、仕事を受けちゃってるんです。じゃあファンタジア潰れるはずないじゃん。いやでも作れないです。だからファンタジアの場合は、そういった、言いますよぶっちゃけアコギなことができなかったんですよ。受けるだけ受けてあとなんとかすりゃいいやみたいな。溶けてもいいし落としてもいいしとりあえず受けちゃえってもしもらった2億もらったあとお前らでなんとかしろっていうのが今横行してるんです。それは俺がその例の3本でやったやつだよ。バンダイから5000万もらってよっしゃーって言って1500万抜いてマジックバスに流したよ。あれそのもっとえぐいのが今の業界で横行してるんです。だからもう作れない。でなぜこんなにね不景気だと円盤売れないのに本数だけが増えてるのかっていうのはそういうことなんですよ。それだけプロデューサーがそれこそ会社も増えたしね、制作会社がどんどん分離独立して、俺は絶対ね知り合いはやめとけって言うんだけど、その人たちがそれぞれのプロデューサーがやっぱ企画を持ってこれるんですよ。それをどう作るのっていうのは誰も考えてないっていう。そこからその間にねまたねその中抜き業者がね誰とは言いませんけど、どのカメラ見ればいいの？あれザゴーンでまだ抜いていくんで全然現場に金も何も降りてこないっていう状態ですね。その状態で作ってるんだからそれは落ちるよねって話です。さっきのさ3本ちょっと愚痴っていい？はい、どうぞどうぞ。あんまりね愚痴ないんだけど人生でねこれだけはということなんだ。あこれそんな役だったなと思ったのはその3本なんだよ。さっき話したようにバンダイから5000万もらって1500万抜いて3500万でいろんな会社流すわけで、主にマジックバスだけど流してでそれでアニメ作ってもらうんだけどさ、やっぱそういうのってさスタッフからしても見えちゃうわけだよね。でスタッフから見えちゃうから俺としたらそれでなんとか次のアニメだから「おねやみすの翼」の赤字っていうのをなんとかクリアして次の「ナディア」っていうのがようやっと見えてきたからここまで会社を存続させようと思って3本だけと思ってやってんだけどさ、ところがそれでもう社内で岡田さんはあんなことをやってもうえげつない金の亡者になったっていうような感じになっちゃって結局でないと潰れるんだよ。そうそうそう。いやでも結局その時になんかナディアで造反劇みたいなのがあってさ。そうそうそう。こんな話になるんだ。平気で俺話すから。どうぞ。でやってで井上博之さんという俺と一緒にガイナックスを立ち上げたプロデューサーが岡田敏夫を外してナディアっていうのを作って新会社を作ろうとしてたのが後に俺にバレて大喧嘩になると思いきや俺なんかもうその瞬間に心が切り替わってたからね。ああなんかここで悪者にされちゃったのか、じゃあ別にそれはそれで今からのリカバーの方法として俺がこれから NHK と東宝に行って俺なしでうちの会社は動きませんよっていうふうに嘘だけど動くけど行ってなんとかナディアをこう立ち上げてその時に井上さんを外してっていうのをやったんだけどさ。うわえらい話聞いた。でもこれぐらいどこでもやってるよね。やります。だからそれぐらいで裏切ったとか裏切られたっていうもんじゃねえし、後で井上さんとも仲直りしたからさ、うん、なんかこんなそんなんは裏切りというもんではなく、なんか貧乏だからこんなことぐらい当たり前に起こっちゃうわけだよな。そうですね。もう本当になんていうか終戦直後に食い物でこうやってあさってるみたいな、そういうことまあさっきのねこの世界じゃないですけど、もう米軍からもらったねタバコの紙の入っている雑炊をうんわーってやってるような、ね、うんわーってやったもんな。それと同じ。だからその意味ではなんかスタッフだから俺がいない隙にそういうふうになんだろうスタッフを丸め込んでアニメを作ろうとしたということはどれだけ俺が間抜けで現場に行ってなかったかっていうことでしょ。現場にちゃんと行ってたんだったらサインはあるんだよ。後で聞いたら庵野もちゃんとサインくれてたの。岡田さんなんか水面下で進んでますよってくれてたんだけど、貞本もくれてたんだけど全然気が付かなくて、うん、だからそこはもう俺が間抜けだったというふうなことなんだけど、ファンタジアさんはそうはできなかったんだよな。そうですね、うん、でもそんなことをやってるから余計に反撃があるかは分かんないですけど余計になんだアニメーターにお金がいかなくて不思議だよね。だってそんなに仕事がある、普通仕事があるところってさ給料が上がるじゃん、はい、なんでアニメ界ってこんなに仕事があって現場がいっぱいいっぱいなのに、普通そういうところだったらさなんだろうな中途半端な腕を持った人間が山のように入ってきて、うん、アニメ界のアニメーターがもう何倍にも増えて一大産業として成立するはずなのに、なんでこの性のフィードバックが起こんないの？それがね、うん、いろいろ言い方はあると思うんですけども、うん、まあもちろん有象無象がね寄ってきてるのは寄ってきてるんですけども、うん、でもそれでも作りきれないっていうのかな、うん、ありますよ。で、まあ、そもそももうアニメ産業のブラックさっていうのがもうずっとこの数十年強調されすぎていて、うん、アニメーターになりたいって若者は確実に減ってるんですよね。うん、アニメ儲かるぞって誰も言えないから、うん、だからみんな引いてますよ、うん、だから本当に専門学校とかそういうところでアニメーターがもうほぼいないんですって。みんな声優科に行くんですって。声優科はもう恐ろしい数いるんだけど、アニメーターが2人とかね、そんなんで。あ、これ畳むかみたいな、そういう話になっちゃうんです。それくらいもうアニメーター志望者が、これはね、僕らも言い過ぎの部分があったし、そのね、マスコミも煽り立てた部分はあるんだけども、しょうがない事実だからね。儲かんねえっていうのを言い過ぎたせいで、みんなが引いている。しかもこういう不景気じゃないですか。だからなおさらもう若者が夢を持ってアニメを目指すっていうことがもうできなくなってるんじゃないですかね。それだけ人がいる。アニメはこんなに名作が出てるのに現場の方はなんだろうね、なんでこんな暗い。まあどう業界改善したらいいんだろうね。どうしようもないっていうのが、これもう僕ずっと言ってるんですけど、そもそもアニメは高いんだと。制作費が手塚先生のせいにするつもりはないですけど、そもそも高いと。ぶっちゃけ言うと今実行予算の回している3倍かかるんだと。でないと現場に降りてこないんですと。今大体テレビアニメ1話1500万というふうに言われてるけども、4500万ぐらいいると。いわゆる月9のドラマだったら1時間で5000万かけてるじゃんかと。つまり30分あたりあいつら2500万かけてると、それぐらいの少なくともお金を持ってくればアニメーションというのは作るぐらい金がかかるもんなんそうです、だから本当に構造的な問題でもう人手がかかるので、一人一人のところに富が行くわけがない。でもさ、そこで無責任なやつらそんな金でお前ら引き受けるからだろっていうふうに言っちゃうわけじゃん、で言われてもしょうがないぐらい好きだから作っちゃうじゃん。そうです。これどうすればいいの？これも良くない。だから一旦畳んだ方がいいんじゃないですか。この世界の片隅にもできたかな。あ、まあそうですね。だからもう終わっていいんじゃないですかって。すっげえな。時間になりましたので、お疲れ様です。ありがとうございました。じゃあお見送りするよ。じゃあ一旦さよならということで。本当にはい、一旦さよならということで。本当に帰るのこれ。本当。そう。君が帰ってからいろいろ俺が話すから。はい、マイクね。はい、マイク外して。あ、ちゃんと映ってるまだ。すげえな。やばい、ちょっと短かったな。うん、あと倍欲しかったな。最後のテーマは。それをクリスマスで。それクリスマスでやろう。はい。お疲れ様でした。はい。どこまで見てる？いや、もうちゃんと俺送って、俺の声だけ生きてんだって。なるほど。本当にどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。すみません、本当こんな形で。すみません。大丈夫、靴べらあるよ。ああ、大丈夫です。いい？いやもうこの後も思う存分大丈夫です大丈夫です面白く話しますので、はい、どうも今日はありがとうございました。本当にまた来月よろしくお願いします。どうも失礼します。